テッド・フィオリトはアメリカ合衆国のミュージシャン、作曲家。本名はテオドーレ、サルバトーレ・フィオリト、弟アーニー・フィオリトも作曲家、指揮者として活躍した。ニューワーク出身のイタリア移民の家に生まれる。19歳でニューヨークのコロンビア社のスタジオにピアニストとして就職し、ハリー・アーキスのバンドのレコーディング等に参加した。また、 ヤーキスやアートハイマンらのために作曲もこなし、1921年にはシカゴに移ってダン・ルッソのバンドの共同リーダーとなったが、ルッソの脱退により自らの名前を冠したバンドを持つようになった。1922年にトゥートトゥーとト,トゥーチーグッドバイの作曲を手掛けてヒットし、作曲家として注目されるようになった。その後もチャーリー・マイ・ボーイ、ロール・ア・ロング・プレイ・リー・ムーン、 私は知らなかった、リオリタ、ガツが高く登った時などのヒット曲を飛ばし続けた。1950年代から人気を失ったが、小編成のバンドでラスベガスを中心に演奏活動を行った。スコッツゲールにて死去。出生記録には、テオドリコ、サルガトーレ・フィオリトと記載される。ありがとうございます。